あるかもしれんけど、仕事はすげえ、仕事はすげえ。じゃあ佐伯だね。まあ癖もあるわね、あの子ね。ああ、もう見てわかるじゃん。ね、うん。モタリックはないとね。いずれ抜いたらとしか思ってないもんね。結構さ、あらこ言いたいこと。で、ちょうど晩の牛丼を買いに行って。先生、山本さんがさ、ヒヤヒヤしてる。なんでもいい。でもね、あれもね、どっからやべっつって自分の首でやった。いや、ちょっと今回5万円しかない。4万円以上多分負けるようになるんだけど、そうだよ。戻す必要ない。それ以上使ってる。それも低いし、ちょうどこれ今のところで。これはさ、あの、飯食って、なんか、住んでるな。あれ。券を、距離あげたと。まあ、計算だけど、券。そんなよ、5万円。下2万円。あ、ひどい。2万円、社長2万円。それ以上使ってる。ええ、大丈夫。2人。だって逆にコーラやったら聞いたら、ね、だってさ、ないと思う。5万円以上かけるよ。まあいいや、6万としては。2万使うんだよ。あー、1万使うんだよ。ここに、ここにあるの。バイト代3万としては。社長、社長、新宿とかと一緒にやってたの。
いいですか？
あ、そうなの。マレーシアとかさ、いいです。要は、すごいよ。2000万円とか出たら、2000万円のところは、日本人はデータだけでできる。いや、パチンコの場合、みんなデータ、もう全然たまらんかで、全部す、あれで、カードでデータでしょ。5スロも多分そうでしょ。20スロとか、やるでも全部、結局、やるのは全部違う。やるのは今、あそこ行っとるでね。あ、そうよ。まず2倍も違う。あれによって違うんだよ、その店によって。確かに。全部20スロのデータ。当たってテレビ会社だもん。積んでないと。そうだよな。期待したもんだよ。ね、うん。金返すよ。まあ、まあ、まあ、明日からな、2個捨てたら、CP の方がいいでしょ、まあ、まあ、ええ、喜んでた。